はい、どうもこんにちは、キナンです。今回は、1本ね、週末ということで注意喚起動画を撮っていこうと思います。はい、いくつかイベントあるんですけれども、そちら紹介してね、まあ、PVP やっていこうと思います。1つ目ですね、こちらの交換所の方で、チャンスタイムの、まあ、景品交換が明日、明後日かまでになっております。21日なんで、まあ生放送が開始される日ですかね。はい、なんで、まあ、生放送始まる前に確実にね、ゲットしておいてもらえたらなというふうに思います。で、それと同時にですね、こちらのガチャの方もね終わってしまいますということで、復活のフュージョンですね。はい、めちゃめちゃまあ人気のガチャだと思います。はい、まあ合体使いの方、ウルゴジネイはめちゃめちゃ強いですよね。はい、最強ランキングでも僕は2位にいたしました。そのキャラクターが、期間限定で引けるガチャになっていますので、まあ復刻は当分来ないのかなと思いますのでね。はい、この機会にという感じですね。で、まあ一つ問題にはなっているんですけれども、チャンスタイムの、意思が上限でマックス、で、まあこのチャンスタイム交換できないよっていう人は、まあ後半のガチャはもうね期間間に合わないっていうことが確定してしまったんで、まあ交換するためにもウルゴジのガチャ引いてやるっていうのも一つの手なんかなというふうに思います。はい、まあそんだけかな。うん、一応水曜日の時点でいろいろ切り替わるイベントもございます。レイドバトル終わりますし、全力激闘は明日で終わっちゃいますね。まあこれはただ、まあ、獲得必須ってわけでもないんで、4周年記念メダルざっくり欲しいよって思ってる方は、まあクリアしてもらえたらなと思います。はい、あと超時空ラッシュがね水曜日に変わるんで、こちらはまたまとめ動画の方で、宣伝させていただこうと思います。はい、ということで、ウルゴジね、もう環境でバチバチ言わせているキャラクターですけれども、今回はこちらを使って、まあ、PVP2、3戦ぐらいやっていこうかなというふうに思います。はい、ということでお願いします。はい、こんな感じでね、今すごいね、10時かつって今すごい青の鳥いんでね、外して、マジで外して、クソ外して、ただ受けてきてくれると、おお嬉しいですね。これちょっと前ダッシュでいってみよう。ああ、まあさすがに出してくると、これ射球ってもう無理やり挽回復しちゃおうか。もう打ち速いっちゃいます。おお、なんか入ったんだけど、でかなんか入りまして、もうバチバチ削れましたね。まあ一旦また下げますか。ちょ、このパワーよ、本当にやばいわ。で、カード破棄してると。ここ、速来るかな？助速対応してみよう。うん。キャンセル回避、OK。あ、強っ。あ、強い。一つ行こう。ワン行かない。スパサ経由で、あ、行くんですよね。やばすぎ。抑えよう。で、アーマー使って、おお、あん、釣られた。アイテムパワーすごいな、さすが。突っ込もう、場にないんで。オーケー、ちょ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 、前出します。いけ。はい、大変ありがとうございました。はい、ということで行きましょう。お願いします。青村か、同じ青村ですね。うん、今 FF10 のね、なんかマット動画、マット動画じゃないか、なんか流行ってるじゃないですか。まあ知ってる人は知ってると思うんですけれども、ファイナルファンタジーのね、あれ、まあ面白いとは思うんですけれども、僕すごいねファイナルファンタジーの10が好きなゲームなんですよね。なんでぜひともね、これを機に皆さん FF10 やってみてほしいですね。マジでクソ面白いから、あのゲーム。うん、本当にゲームの中で一番好きって言っても過言じゃないかもしれないレベルで僕は好きなんで、ぜひともね皆さん遊んでみてください。はい、嬉しいですね。な、まあ人によってその基準は違うと思うんですけれども、僕はね大きくなって初めてね泣いたゲームかもしれないですね。マジでそのレベルで神作品だと思ってる。大丈夫、行こう。メイン切る必要なかったな。まあいいや。うん、実際ね、小学生の頃とかは結構ね、まあ泣くことあったんですけれども、すごいね、なんか一本の映画を見てるような
気分になりますし、ストーリー面白いし、あと戦闘もねすごい面白いんでね、うん、FF10 皆さんよければやってみてください。マジでスイッチとかでもあるんでね。これ当たらないんだよね確か、かぶせられないよね。あんまただ入ったんで OK です。最速はないんでね。あーパワーやば、射撃回避回避入れて、ここもいいや、それでいこう。うーん、なるほどね。マジで神ですから。もう一回やりたくなってきたな。ちょうど1年前ぐらいにやってたんですけど、ぜひぜひ。下がろ、下がって釣ろうと思ったけど、じゃあでき、UG 行こう。OK。はい、対戦ありがとうございました。はい、最後行きましょうか。お願いします。お相手は、ウルゴジ未来かな。ちょっと珍しいパテ使ってますね。なんか遅れた、もう。なんか遅れるとね、ここのタイミングは最速取られちゃうんで。え？それ最速じゃない？最速っていうか、攪拌じゃない？だよね。OK。まあ、ガンガン行きましょうか。せっかくなんで。パワーやば。ヒトラーの待機短縮があると。優秀ですね。ここ逃げたい。いやー、マジか。ちょっとリスキーだったかな、今のは。良くなかったですね。メイン切ってくるでしょ。切ってこない。切ってこないんだ。それは外れてますね。おー、なるほどね。経由して、回避みたい。操作して、2連行。オッケー。よしよしよし。さあ、ウルゴジスパサのパワーがあればこれもいけるんじゃないですか。行きましょう。どうでしょう、大気で行こう。一応ね、必殺でも多分余裕でいける気がするけど、はい、ぶち飛ばしますよザマロゼ程度の必殺にしとけばよかったな。ふう、特殊で回復して、アーキャンでいいか。即、OK、これでいこう。よいしょー、帰ってくるか。間一発で間に合いましたね。てかもうパワーやば、しかも入って、パワーやばすぎない。ピョンとピョンと跳ねて、ピョンとピョンと跳ねて、 OK。 なんか来る気した。だから回避しなかったんだよ途中で。なんか来そうな気がしました今マジで。出します、満を持して登場いたしまして。さあこんなのぶち飛ばしますよ、パワーやばいから。よし、クリティカル、乗ってる乗ってるこれ落としたんじゃないかはい、オッケー。うちのパワーやばいんだから、バフ入っといて時間稼ごう。はい、しないか。いやー、これは仕方ない。間に合い。無理だよな。相手のウルゴジの強いとこ出たな。じゃ、僕も読ませてくれ。読むと、マジで読んだ。でかっ。髪のなびきがかっこいい。そく。いやー、ね、マジか。まあ、いけるでしょう。これ変に変えずに、リロードされるんでね。オッケーオッケー。ここで変えよう。ずらして、おお、ずらしすぎた。それ強いな、耐えるでしょ。でもオッケーオッケー、ロソクつけよう。回避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 しない。うん、いや、これ打撃で突っ込んでええわ。うん、オッケーオッケー。でこっちで行って、オッケー。さあ入っていって、よーし、行きましたね。ということで、今回は、ウルゴジがね、もうちょっとでガチャ終わってしまうっていう話でした。ご視聴ありがとうございました。